PEGI 18。忍者ガイデン3レーザーズエッジプロデューサーの林洋介です。この忍者ガイデン3レーザーズエッジはレーザーズエッジサブタイトルの名の通り、カミソリの刃を歩くような緊張感のある高難易度のハイスピードアクションゲームとして仕上げました。高い難易度に関しては我々開発から皆さんへの挑戦状のような、厳しい戦いが待っていますので、ぜひ今回レーザーズエッジに追加されたさまざまな武器や忍法を駆使して、ぜひ皆さん竜はやぶさをエンディングまで導いてあげてほしいと思います。忍者ガイデン3レーザーズエッジでは今までのシリーズを彩ってきたくのいちのあやねがプレイアブルキャラクターとして初めて参戦します。彼女専用のステージやストーリーも用意していますし、彼女で全ステージをプレイすることもできます。ぜひ彼女で忍者ガイデン3の世界を駆け回ってみたい、駆け回ってみてほしいと思います。この忍者ガイデン3レーザーズエッジではゲームパッドで忍法を直接起動したり、武器の装備を切り替えたり、またそれぞれの武器の技表を表示しながら戦うことができるようになっています。またゲームパッド単体でも遊べるようになってますので、ゲームパッドを使いながらこの忍者ガイデン3レーザーズエッジ楽しんでみてください。忍者ガイデン3レーザーズエッジはオンラインプレイにも対応しています。2人でのコープで敵を倒すモード、8人で皆さんで戦い合うモード、オンラインで長く遊んでいただける要素満載ですので、そちらもぜひ楽しんでみてください。忍者ガイデン3レーザーズエッジはアクションゲームファン、忍者ガイデンファン、皆さんに高い達成感、満足感を感じていただけるゲームに仕上げることができました。ただ忍者ガイデン3レーザーズエッジはまだ終わりません。先日発表させていただきましたけれども、今までのシリーズを彩ってきたモミジというくのいちキャラクターがプレイアブルキャラクターとして参戦します。皆さんがオンラインにつないでいただければ、我々からパッチとして皆さんに無料で配信します。そこで終わりではありません。もう一人プレイアブルキャラクターを皆さんに無料で配信する予定です。それはデッドアライブシリーズを彩ってきたかすみ、彼女もこの忍者ガイデン3レーザーズエッジでプレイアブルキャラクターとして参戦します。皆さんがオンラインにつないでいただければ、こちらも無料でアップデートされますので、ぜひ楽しみに待っていてください。